昨日衆議院第一議員会館で石原慎太郎都知事が、この人しかいない、石原慎太郎がこの人しかいない言った人物が、今私の横に立っておられる友上俊夫頑張る日本全国行動委員会会長でございます。なぜ石原さんは、友上俊夫が都政を担うに最もふさわしい人物だと言ったのか。当然であります。石原さんは4期やってきた。その中でさまざまな改革、とりわけ都財政の改革、黒字に変えました。もう一つ彼がやろうとして道半ばでやめてしまったんですけれども、やらなかったこと、それは東京都民の命を守る、東京都民を守る、東京を守る。もう皆さん、首都高をはじめ東京都の建物が老朽化して変えなければいけない。6年間のオリンピックまでに3割の確率でマグニチュード9のショック型の地震が東京に起こる。国交省がそれを予測しています。30年で見たら7割の確率でマグニチュード9の直下型地震が起こる。 2万3000人の東京都民が死ぬ。112兆円のお金が失われる。112兆っていうのは我が国の国家予算よりも多いんだ。そういうものがオリンピックまでに3割の確率で起こる。こういう事態を見たとき、石原慎太郎さんはこの危機管理を、玉網俊夫しかいないんじゃないか、学者やタレントや暮らしを守る、平和を守る、口だけ言っている人間では守りきれない。本当に危機管理ができる玉網俊夫さんは、航空幕僚長として5万人航空自衛隊員を危機管理の部隊として鍛え上げてきました。そして1兆円といわれる航空自衛隊の予算もご自身で企画し、そして運用してきた。行政能力が圧倒的にできる、そういう方であります。具体的に子供を本当に守るつもりがあるか、我々の家族を誰が守るのか、本当に守れるのか、このことが今都民の皆さんに問われている。昔のようにみんないい人だった、いい人だったかもありません。青島幸男さん、大阪湾の横山ノックさん、その時代覚えておられるでしょうか。東京都の都知事が、あの意地悪ばあさんの青島幸男さん、そして漫才をやっていた横山ノックさんが大阪府知事、そしてなんと我が国の首相が、あのトンちゃんと言われた村山富市さんだった。私はその時サンバカトリオと言いました。失礼ながら、そんな平和なのんびりした時代はもう終わってしまいました。今6年以内にマグニチュード9、2万3000人の人が本当に亡くなる可能性がある。国交省は言ってるんです。30年以内には7割東京の直下型地震が起こる。この危機管理、オリンピックもある、自衛隊や警察や消防や、いや、もっと言えば都民絶対が子供たちや家族を守らなければならない。そうだ。その人は誰か、本当に危機管理ができる人は誰か、玉上俊夫であります。その通り。私たちはイデオロギーやそんなことで言ってるんじゃない。本当に子供を守りたい、東京を守りたい、家族を守りたい。だからこそ玉上俊夫が今東京都に必要なんだ、そういうことでございます。皆さん、今回は本気でやりましょう。真剣に考えましょう。タレントや国際
際政治学者なんて言って国際性があるからオリンピックがあるから選ぼう、そんなことじゃダメです。子供を本当に守りましょう、家族を守りましょう、本気で守りましょう、真剣に守りましょう、それには共感が必要だ。このことでございます。私たちはそういう意味で真面目に真面目に真剣に東京の都民の命と暮らし生活を本当に守る人物を探してまいりました。一体誰がいるだろう。さまざまな人が候補に上がりました。私たちは固唾を飲んでこの様子を見ていました。12月末まで見ました。みんな後出しじゃんけん、後でやれば勝てるかもわからないから誰も言わなかった。後で様子を見ながら最後に出てやろう。でも田上俊夫は真っ先に24日真剣に考え始め、果断な決断を1月5日決意しました。そして昨日衆議院第一議員会館で立候補の決意を表明しました。石原慎太郎さん、平沼武雄さん、西村慎吾さん、三宅宏さん、さまざまな国会議員がよーし、あんたがそう言うなら我々もやろう言っていただきました。そうしたら慌てて今日です。皆さん、国際政治学者という人が慌てて僕もやりますと言い出した。日和見主義を決め込んでいた人間が、玉上俊夫が決断し決意したから、慌ててもう後出しじゃんけんは効かない、手を挙げ始めました。僕もやりたいです。どっかの父さんお願いします。政策協定しましょう。私たちは知事になりたいから後出しで手を挙げるような人間を信じない。政策をきちっと最初から言う、本当に真剣に子供や家族を守る、そういう決意で立ち上がった人物を信じる、そういうことでございます。どうか皆さん、今回の都民の選択こそ真面目に真剣に子どもの命や家族を考える人物、本当に東京を守れる人物、きっかけができる人物、そして組織力を持ち、統率力を持ち、行政能力を本当に持っている、それも実証されている人物、玉上俊夫がここにおります。玉上俊夫が東京におります。玉上俊夫が東京で立ち上がります。玉上俊夫が東京を守ります。玉上俊夫が東京を育てる。玉上俊夫が東京を作る。心と心が通い合うふるさとのような東京を作ります。本気で今回は選んでください。タレントや国際政治学者だから国際的だろう、オリンピックがそいつがいい、そんなつまんない考えで子供の命や家族の命を大阪にしてはならない。本当に東京を守ろう、本当に東京を守ろうじゃありませんか。このことを皆さんに訴えました。玉上俊夫は昨日石原慎太郎氏とともに東京を守り抜きたい、そういう思いで本日立ち上がりました。雨の中どうしても今日はやろう、頑張る日本全国行動委員会の会長として、雨でも風でもどんな時でも東京都民に訴えよう。我々には組織もお金もありません。皆さんだけが頼りなし、都民を信じよう、都民の良識を信じよう。タレントや学者などといったそういうところで立派な人かも分かりません。しかし本気で東京都を守れる人間、そういう人を選ぼう。我々の頑張る日本全国行動委員会はそういう思いで玉上俊夫を応援したい。
後押しをする、いや後押しというより共に歩む、友谷利敏を先頭に前に進もう、東京を守ろう、東京を作ろう、東京を育てよう、心の通い合う心のふるさと東京を作っていこう、そういう思いで本日雨の中、友谷利敏会長を先頭に立ち会い演説会、頑張れ日本の演説会を、街頭演説会を行わせていただきました。これからまた会長はちょっと別のところで打ち合わせがあります。本当に今日は皆さんありがとうございました。本当にありがとうございます。その前に途中を先頭に東京都を変えましょう。都民の力で変えましょう。子供を守りましょう。東京の子族を守りましょう。ありがとうございました。玉上会長、今年会長でございます。どうもありがとうございました。玉上敏夫、よろしくお願いします。玉上敏夫とともに東京を変えていきたいと思います。ありがとうございました。雨の中皆さん本当にありがとうございます。ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。先ほどちょっと